どうもゆういちです。今回は神奈川県三浦の伊島新堤防へぶっこみ釣りをしに行ってきます。狙いは本命でヒラメマゴチを狙いつつ、なんとなくカスザメかサカタザメなんかが釣れたらいいなという感じでやっていきたいと思います。地形としては砂地が多いらしいので、ちょっと砂地系の何かいい魚が釣れたらいいなという感じでやっていくと思います。餌は岩磯目と青磯目をメインにやっていきます。ちなみに伊島新堤防は高部が結構釣れるらしいんで、ぶっこみ釣りをしながら裏で高部釣り楽しみたいと思います。なんとなく串本感のある交差点かなって感じですね。 2km 道なりです。一応ここが駐車場になるはずだ。はい、到着しました。ここで出船時間まで仮眠して、とりあえず時間を潰します。沖で着きました。これから準備して釣り始めていこうと思います。意外と目つけ終わったんで、これで投げてきます。2本目青磯目つけ終わりました。これで投げてきます。2本投げ終わったんで、あとは高部を釣りながら当たりを待ちたいと思います。そうですね、いつもだ、やっぱり意外と目でああでもなんかそういうアイスを食ってくるみたいな話聞いたことあるな。行き目はウツボでした。対岸へ放流します。なんかいいの来ましたよ。結構なんか重みだけはすごいですよみたいな。お、エイかよ。エイですね。あー、ヒラパ？ヒラパエイだ。またウツボか。あー、またウツボだ。しょー、ウツボでした。ちくしょう。おい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 
あれ？だね。けどカサゴ釣れてましたね。ありがとうございます。はい、やりました。カサゴ釣れました。ちょっと趣向を変えてアジ投げてみまーす。なんかかかってるけどウツボっぺー気がするなー。ウツボじゃない、赤いのだ。赤い魚がついてきた。カサゴだーい。やり。20あるかな。際どそうじゃないですか。際どい。はい、ビリーズ。可愛いですけどね。初めての三浦半島での釣りが終わりました。惨敗です。ぶっ込み釣りはウツボとヒラタイしか釣れませんでした。サビキ釣りはサバが釣れたんで、まあ、次の餌に使えるんでいいんですけど、ちょっとぶっ込み釣りがここまで寂しいとは予想外でした。またいつか機会があればリベンジしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。